皆さんこんにちは。5ピックアップ1週間の金融をまとめニュースの時間です。 NCB ライブラリーでは国内金融サービス事業者からプレスリリースされた内容をキュレーションというカテゴリーで公開しています。1週間で気になっているキュレーション記事を5つ取り上げ、まとめ記事として配信します。この動画はまとめ記事を10分で音声解説していきます。金融サービスの動向を素早くキャッチアップ、それが5ピックアップ音声解説です。ナビゲーションは中澤が務めます。そして解説ははい、石黒です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。10月第2週のピックアップニュースを見ていきましょう。今週のラインナップは、1つ目が2億口座がつながるオトラ送金グランドオープン、楽天健康管理アプリ楽天ヘルスケアを提供開始、ローソンレジレス店舗ローソン GO オープン、トヨタウォレットミニアプリを展開、三井住友海上月保険を共同開発の5つです。まず最初の1つ目ですけれども、2億口座がつながるコトラ送金グランドオープン、こちらは株式会社コトラがコトラ送金サービスを10月11日より開始いたしました。個人送金がますます便利になりそうですね。小口決済ですね、10万円以下の個人送金が対象と。これ以外でもですね、スマートフォンアプリから携帯電話とメールアドレスを使って簡単に操作できると。つまり口座番号を知らなくても送金やり取りができるっていうところが非常に利便性が高いサービスになるかなと思ってます。手数料は無料が主流であるというところがミソになります。手数料は無料ってことは利用者にとってみると、非常に便利でお得っていうふうになるんですけども、一方で、こちらの銀行については、各行はその、株式会社コトラに対してですね、加盟費用だったりとか、月額の費用だったりを支払うんですね。これコストはかかる、じゃあなんで無料とするのか、この辺中澤さんどう思いますか？ユーザーとしては無料でいいなと思うんですけれども、実装してる会社側の身になってあまり考えたことがないので、そうですね、どういった、そうですね、どうしてるんだろうと思いますね。今個人間送金って言われた時に何を思い出すかったらどうですかね。やっぱりペイペイとかラインペイとかが便利ですよね。ですよね。もう今なんかそれがすでに定着してるような感じですよね。なんか割り勘とかやり取りできるような世界がもう今実現されてますよね。こんな状況で要は銀行の存在感が非常に薄れてるっていうところが多分銀行が感じてることだと思うんですよ。加えて最近よく言われているのが給与のデジタル払いなどですね、これも来年解禁されるんじゃないかなんていうことを、この5ピックアップでも取り上げてたと思うんですけども、それに関して、このコトラ送金が挽回していこうと今回の背景ではないかなというふうに思います。あとですね、世界的なトレンドを見てもこの個人間送金っていうのは、リアルタイム送金はですね待ったなしというかですね、もうすでに主要国については対応してるんですね。 NCB レポートでもアカウントトゥアカウント決済ということでいくつか取り上げてますけども、今年の2月ですね、 NCB レポートの分割記事の1番目なんですけども、世界のペイメントレール、決済のネットワークですね、これだけ今もリアルタイム決済が進んでるということでですね、これもやはり日本としても待ったなしなのかなっていうふうには思いますね。今回そのサブタイトルの脱現金の切り札になるかということもありますが、そういったことを示しているということですかね。脱現金はイコールキャッシュレスなんですけども、キャッシュレスはもう世界のもう流れなんですよね。それに抗うことはもう日本はもう鎖国になるんじゃないかっていうぐらいですね、危機感を持たないといけないのかなと思いますので、ではコトラ送金っていうのは非常にいい試みなので、私もですね、実際使ってみようかなと、使ってみてどうだったかなっていうのをまた皆様にご報告できればなと思いますけども、どんどん積極的に使っていくっていうのがキャッシュレス社会に進んでいくための第一歩かなというふうに思います。コトラ送金ですけれども、これまでの送金サービスから取って変わるのか、今後も注目していきたいと思います。2つ目は楽天健康管理アプリ楽天ヘルスケアを提供開始です。楽天グループは iOS 版アプリに楽天ヘルスケアの提供を開始いたしました。特徴としてはポイントを貯めながら
健康管理ができるということです。まさにこのポイントというのもの楽天の経済圏でユーザーの方をターゲットにしてるんだなというふうな印象ですけれども、今後もこういったヘルスケアもコンテンツの拡充をしたりしてスーパーアプリに目指してどんどん突き進んでいる、そんな感じなんでしょうか。アプリが存在するんではなくて、まあ、全てこう連携していくっていうのがやはり我々利用者にとってみると非常に利便性が高いというところですよね。楽天のまあこれ面白いのはやはりヘルスケアから攻めているというところがですね、分かりやすいですし、処方箋であったりとかですね、オンラインの服薬指導サービスなんていうのは生活する上でも必須の部分ですので、こういうところがアプリの中で一つでこう連携していけばですね、非常に便利です。楽天ユーザーの方必見のコンテンツで、これからもどうなっていくか注目していきたいと思います。3つ目はローソンレジレス店舗ローソン GO オープンです。株式会社ローソンはローソン GO をこの度オープンしましたけれども、まさに Amazon GO ストアを想起させる内容ですけれども、実際この実証実験はどういった内容と、あと今後これは日本でも広まっていくんでしょうかね。実証実験ということで、その社内の限定した、ここで言うと三菱食品の本社内にある社内コンビニで実際にやりますと。ローソンとしてはこれを売り物にしていこうと思ってると思うんですけども、実際ですね、このプレスリリースの中身を見てみますと、クレジットカードを登録して、でアプリの QR コードを入り口にかざして、はい、で、そのまま出口より退店ということで、Amazon GO の内容と見てもですね、同じような仕組みじゃないかなというふうには思いますので、早くですね、一般開放して利用したいなというふうには思いますけどもね。なんか空港の制限区域内だとか、なんかそういった限られた場所であったらできると思いますし、ぜひ注目して試してみたいと思いました。4つ目はトヨタウォレットミニアプリを展開。車に関するサービス EV スタンドだとか、そういったものをトヨタウォレットで使用したりとか、ニュースは見てきましたけれども、今回はどういったことが注目ポイントなんでしょうか。ミニアプリの中、そこの一つとして今度その車周りの便利なカー用品をサブスクリプションできるようなサービスを提供しますということですので、斬新さはないんですけども、たださすがトヨタ、新しいことを業界を牽引する立場としてですね、こういうサービスを提供するっていうのはすごいいいことかなと思います。なんかトヨタならではのサービスとも思いましたし、なんかサブスクが本当にいろんなところで広がっていて、月々の支払いで利用できるっていうのも本当にいいことだなと思いました。自動車なかなか今若い人には人気がないですけども、アプリをこう提供することによって呼び込もうっていう、そういう背景もあるんじゃないかなというふうには思います。最後は三井住友海上月保険を共同開発です。これからますます活発になるんですかね。我々が例えば月旅行して、じゃあそこに対しての保険かっていうと、そういうわけではなくて、あくまでも法人に向けての保険なので、まだまだ我々が実感ないのは、それは仕方がないことかなとは思いますね。宇宙ビジネスっていうのはもうすでにいろいろと展開してまして、例えばこちらですね、この月保険の記事の中で、宇宙ビジネスっていうタグはあるんですけども、これをちょっとクリックするとこういう感じでですね、もうすでにニュースが出てきてると。で、これ見ていただくと分かるように、基本損害保険会社ですよね、損害保険会社が手掛けてるっていうのが、今の状況というふうに捉えればいいのかなと思ってます。金融と宇宙ビジネスっていうのはまだイメージつきにくいですよね。はい、ニュースにはなりますけど、ちょっと自分とはほど遠いなっていう。例えば宇宙ビジネスと決済とか、宇宙ビジネスと融資とか、宇宙ビジネスとキャッシュレスとか、何かできるかなクエスチョンマークになってしまうんですけども、やはり今先行しているのはこういう保険ですよね。リスクがあるから保険をやるというところなので、まずは保険がこういうところを手掛けていくっていうのは、見てても分かりやすい事例なのかなと。はい、今回保険サービスとの融合ですけれども、金融のサービスとして絡んだ新しいニュースとか出てきたら注目して見ていきたいと思います。さて、10月第2週の5ピックアップ音声解説はいかがでしたでしょうか。この動画が気になった方はぜひチャンネル登録やいいねボタンを押していただければと思います。コメントもご意見もですね、大歓迎です。皆様の声が NCB ライブラリーを作っていく力となります。石黒さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ではまた来週まで。さよなら。さよなら。